伊勢谷総本店は、東京、吉祥寺の生肉業、焼き鳥業者。創業当初は、生肉店として営業していた。住所は、東京都武蔵野市五天山であり、店舗は JR 中央線、京王井の頭線吉祥寺駅、南口そばの総本店のほか、井の頭公園入り口に伊勢谷、公園店、また、吉祥寺駅北口にある、吉祥寺パーキングプラザに伊勢 北口店がある、旧店舗。2006年9月25日閉店原店舗1928年に生肉業者として創業。1953年に2階建ての店舗に改築、翌年1階に生肉店2階にすき焼き屋をそれぞれ開業。1958年より焼き鳥店に営業方式を転換した。 焼き鳥は1本80円という低価格で、つまみとして飲んでも1000円程度で済む、庶民感覚の店である。また、雑誌、テレビ番組などでもたびたび取り上げられている。また、著名人にもファンが多く、フォークシンガーの高田渡が、店の常連だったのをはじめ、俳優の渡辺明も、同店のファンである。豚の頭、白、ハ初。 レバーなども扱っており、売り上げもそちらの比率の方が高い。2019年現在の総本店の店舗は2008年5月に御殿山にできた14階建てのビルで1.2階に伊勢屋総本店旧店舗の建物を忠実に再現して営業している。なお、建築物の設計は株式会社、新建築設計事務所が受け持った。同ビル地下1階には伊勢屋の直営する。 国産和牛のすき焼き、しゃぶしゃぶの専門店、肉、伊勢屋が入居する。53年間使用してきた木造建築の旧店舗が老朽化のため、2006年9月25日をもって閉店。閉店から1週間後の10月1日より改築工事に入った。なお改築工事期間中は、吉祥寺本町の淀橋裏の仮店舗にて営業を継続した。 2008年5月、御殿山の旧本店跡に14階建て新ビルディングが完成。6月4日より1.2階にて営業開始。また3階から14階までは住居や事務所などがテナントとして入居している。また2010年12月8日には肉、伊勢屋も開店している。なお、仮店舗は新店舗営業開始後も6月9日まで北口店として、 営業を継続した。4年後の2012年8月、吉祥寺パーキングプラザ内に、北口店が開店している。伊勢屋、公園店伊勢屋総本店公園店は、井の頭恩師公園入り口にある支店。武蔵野市吉祥寺南町1-15-8に所在。現在の店舗は2013年9月11日に、開店した伊勢屋では最も新しい店舗である。テーブル席、 カウンター席、座敷を合わせて本店よりも多い350席を用意している。1960年、井の頭公園入り口に支店として開店し、約50年余りにわたって営業していた。当時の店舗の建物の老朽化が進んだほか、2011年の東日本大震災発生時、建物の被害はなかったが壁に亀裂が見つかり、また、 店舗の前の道路拡張工事が行われることもあり、改築へと至った。旧店舗は2012年7月8日で営業を終了し、工事に伴う1年余りの一時休業を経て、2013年9月11日、新店舗が開店した。また、旧店舗閉店後の2012年秋、現代美術活動家の加藤翼が、中央線沿線を舞台としたアートイベント、 テラとテラ2012の一環として解体された旧公園店の建物の廃材を使って巨大構築物を製作し11月3日4日に井の頭公園西園グラウンドにて引き起こしを参加者らと共に行った。なお旧公園店の写真パネルは北口店の店内で見ることができる。伊勢谷総本店北口店は吉祥寺駅北口にある 吉祥寺パーキングプラザの地下1階にある支店、2012年8月に開店した。前述の総本店の仮店舗として営業していた北口店とは異なり、こちらは正式の店舗である。また、店内に旧公園店の写真パネルが飾られている。タレントが通う店やってる店、名脇役、渡辺明が、 吉祥寺で、下鼓、オール80円が、人気の老舗焼き鳥店日刊現代、2013年10月20日、伊勢屋総本店公園店参加店、情報2013年11月 ABC、名物焼き鳥店建て替え、伊勢屋、公園店読売新聞、2012年6月13日付、吉祥寺、伊勢屋、公園店、改装前現店舗での営業終了。 吉祥寺経済新聞。http コロンスラッシュスラッシュ k i c h i j o j i. k i z a i.biz スラッシュヘッドラインスラッシュ1452スラッシュ吉祥寺の老舗焼き鳥店、伊勢屋、公園店、老朽化で建て替え。吉祥寺経済新聞。 http コロンスラッシュスラッシュ k i c h i j o j i k i z a i biz スラッシュヘッドラインスラッシュ1416スラッシュ酒場ニュース伊勢谷総本店公演店開店なゆの東京散歩2013年9月11日アートの祭典テラ寺テラ舞台は吉祥寺平伊勢谷公演店引き起こしも吉祥寺経済新聞 http コロンスラッシュスラッシュ k i c h i j o j i k e i z a i b i z スラッシュヘッドラインスラッシュ一五二二スラッシュ吉祥寺の頭公園で伊勢屋公園店をみんなで引き起こししよう寺と寺祭り2012ネオ公共さらば伊勢屋公園毎店参加型アート引き起こし YouTube 2012年11月3日伊勢屋総本店北口店参加店 情報2013年11月 CS 放送 TBS チャンネルでも放送番組開始当時は BSI ありがとうございます